はい、こんにちは、長澤です。今日はですね、こちら最近作ったネオファルコンレッドスペシャルと、ちょっと前に作ったアバンテジュニアイエロースペシャル、どちらもノーマル状態です。この2台ですね、走り比べしてみたいと思います。まあ、それぞれの、紹介動画をね、見ていただくと分かると思うんですが、こちら MA シャーシで、こっちが VS シャーシ、かなり違いがあります。共通点としてはですね、まあ台形タイヤ、まあ種類は全然違うけどもね、台形ローハイトタイヤで、こっちが台形ナローライトウェイトホイールのバレルタイヤですね。でギア比は同じ4対1です。ただモーターがね、こっち片軸 VS ですからね、でこっち両軸で、ボディがね、こっちはペットですね、ペットのクリアのボディで、こっちが普通のノーマルのボディですね。重くなっています。ということで、もう持った感じ重量が圧倒的にこっちが重いです。ちょっと測ってみます。こちらが 96g で、こちらがなんと 68g ということでね、30g ぐらい違いがあります。さあ、果たしてこの違いがですね、どのような結果になるのか、同時に走らせて試してみたいと思います。こっち早いですね。電池交換してみます。こっちの方が速いですね。はい、ということでこちら2台走らせたわけなんですが、こっちの方がね、目に見えて速いっていう結果でございました。で、この理由はですね、まあマシン的な理由が、まあまずね、パッと思い浮かぶのが2つぐらいあります。1つはね、見た目でもう分かりますけども、ローラーの幅ね、左右、右と左のローラーの幅、こっちの方が広いです。こっちの方が狭いですよね。ということは、コーナーを曲がるときにね、大きく円を描いてるんですね、こっちはね。で、こっちは小さいということで、まあ、若干ね、こっちの方が小さいコースで、インガを走ってるということ。あともう一つはですね、時空系ですよね。こっちは昔ながらのハトメ時空系。で、MA の方はね、低摩擦のプラスチックの時空系になっています。この辺がね、大きく影響しているのかなと思いました。で、スタートダッシュはね、明らかにこっちの方が速いですよね。やっぱ軽いですから、20g、30g ぐらい違うということで、ね、こっちの方が明らかに速いんですが、まあ、周回を重ねるとこっちの方がスピードを維持しているということで、ございました。
で、今見てて気づいたんですけど、ローラーもね、ちょっとこっちの方が摩擦強いのかな、こっちの方がスラストかかってて食いつきいいかもしれないですね、細いし、ね、はい、そういった違いがねいくつか見られました。で、まあこういう違いを走らせてみてね、一個一個こう何が速いのかなって見ていくのをね、自分で見つけ出すっていうのもね、ミニ四駆の面白いところかなということをね、ノーマルマシンを走らせて、まあ再認識したかなというふうに思いました。で、あと一つね、気づいたことっていうのはね、すげえコース汚いなっていうことですね。ということで今回はこちら2台の限定マシンノーマル状態で走らせてみたという動画でございました。また見てねー。